っきりさせておきますけども、心はおっさんです。アイドルってみんなに幸せを届ける、それが仕事だと思うの。なので不幸な人を探してるよ。いや今日も多そうだな。あそこに一人焼肉をしているおっさんがいるよ。すいませんすいません、あなた一人焼肉をされてるんですか。ええ、何かと。おー一人に焼肉、一役。じゃあ自己紹介します。工房毛布での誤り。では鉄板の人生は全部完璧に。ありがとうございます。結果これ49歳の人生の成功例です。鉄板だよ。みんな箸置いて。みんないい、このおじさんは一人で焼肉を食べてるんだよ。みんないい、一役、いわゆる一役だよ。一役が出る年は飢饉が起きると言われてるんですよ。大変なことになるよこれ。なんとかしてあげないとこの人。なんかいい方法ないか。よし分かった。じゃあ鉄板が物販の直後に迷惑そうにオタク仲間に自慢するオタクを演じて応援してあげるよ。あ、はい、そうそう、お疲れです、お疲れです。雪乃がさ、雪乃の物販熱、もう30分もしないうちにさ、誰もいなくなっちゃってさ、いや、他のメンバーはまだ賑わってんのに、雪乃の前だけ誰もいなくて、ガラガラ。行くしかねえじゃん。今飛びました。どう？あれ？あ、もう一人で会計して出てっちゃった。おお、一役から一会になったと。なるほど。みんな、これは幸せが訪れるよ。一会が出るってことは人が幸せが訪れるよ、みんな。ね、よし、これもあの皆さん、ね、これ解決したってことで。いつものやつやりますんで、ご唱和ください。せーの、アイドル大成功。ということで、ね、今日のオーディエンス最高だったけども、続いてが最後の曲になります。お前、本当に歌う機会、お前、やめろ、帰れ帰れ。せーの、ありがとう。続いての曲は、おっさん AKB のオリジナルソングとなります。水の上をスイ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 泳ぐ、いや歩く、アメンボを見ててインスピレーションを受けて作った曲です。聴いてください。アメンボ黒いなカチクケコ。ツツタン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 タタ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 タいないよかきくけこアメンボのお尻から甘い飴みたいな匂いが出てる。プップだからアメンボっていうの。なぜかな、なぜかな、なぜ匂いがするのかな。それはカメムシの仲間だから。アメンボ黒いなかきくけこ。はい、はい、水だって、オケラだって、アメンボだって、みんな、みんな食べられるんだ、食料なんだ。ごめんね、バラードで。まあね、みんなも辛いことあったらさ、鉄板の握手券買って、いつでも会いにしてね。以上、鉄板でした。どうもありがとうございました。